皆さんこんにちは行政書士ターゲット180点コース担当しますレック専任講師の愛賀真理子と申しますよろしくお願いいたしますこのターゲット180なんですがこれはですね絞ってポイントを絞って180点で合格していこうという気持ちが込められていますなので 二百四十点とか、三百点満点を狙う講座ではありません。いいところを、を今年出そうなところを、よりすぐりで絞って、ピンポイントで抑えていく。なので、努力は最小限で、ちゃんと合格を勝ち取っていく。それを目指しています。この講座はですね、あの使う、あのテキストをご紹介しますね。こちらですね。 行政書士合格基本書を使っていきますこれで全科目が入っているんですよ一項目が見開き簡潔で学習しやすいということでね例えば開いてみるとこれ民法ですけれども立行不の不完全履行ということでこの一ページでこのテーマが完了しています私がこのこれから講義でね大事なところをしっかりポイントを抑えていくので ここ引いてくださいねここですよっていうふうに絞っていくので絞られたテキストの中でもさらに大事なところを絞っていきますもちろん皆さんにはですね私が今回この講義でお伝えしたところも含めて空いてる時間にしっかりこのテキストをまた自分でも読んでいただきたいんですねその時にじゃあ1回目読むときは全部読んでみよう 2回目読む時は先生が絞ったアンダーラインのとこだけ拾っていくそうやってメリハリハをつけていくんですね全部が全部全部読んでいると1回読んで1回半ぐらいで本試験が来ちゃったなんてことになっては大変なことになってしまいますからねメリハリハををつけてていいろんんんな科目をちゃんとやっていくんですねこの行政書士試験何科目の受験科目があるか皆さんご存知 ですよね憲法行政法民法そして会社法商法があって一般知識っていろいろありますけれどもじゃあ行政書士試験だから行政法をしっかりやるぞ行政法行政法行政法ってやっていると民法法ととかか憲ししっっっりり勉強たたはずが忘れちゃったっていうこともありますよね資格試験っていうのは大道芸にそっくりで皿回しみたいなもんなんですね。 憲法を回しながら行政法も回して民法も回して全部が落ちないように忘れないようにしっかりインプット頭に入れていくっていうのが大事なんですねそのためにもじゃあどうやってやっていけばいいのかっていうのはこの講座の中でしっかりご説明していきますあのー、この講座はですねインプットとさっき言いましたけれども講座を聞いていただくのがインプット そして聞いてあ何か分かったなって気持ちになったままではそれは使える知識じゃないんですね結局は残るものは聞いたことがあるっていうことだけになってしまうので入れた知識をどういうふうに使うのかっていうのを頭の中から出すこれをアウトプットこれを出すためにやるのは問題演習なんですね今回の講座にもオプションでつけていきますけれどもこれ。 皆さんの手元にもお届けになりますけれどもこの過去問もしっっかりちゃんとやっていただきます。これはあのこのね合格基本書を使って私が講義をしていきますので講座の中でねあまりこう過去問を一緒にゆっくり解いていく時間っていうのはないかもしれないんですがその代わりちゃんと今日やってほしい問題というのを私がしっかり指示をしていきますので一緒になって インプットもアウトプットもしっかりやっていきましょうこのインプットとアウトプットというのはですねちゃんと講座を聞くそして自分で問題を解くというのは車の料理に似てていいるると言われているんですねなので講座ばっかり聞いて自分で問題を解かないとどんどんまっすぐじゃないこれはこっち行っちゃうと不合格の道になっちゃいます。 なのでちゃんんととインンププッットトトももアウトプットもバランスよくやることが大事なんですね。今回のこのターゲット180ではなるべくインプットこの講義の時間を最小限に抑えてよりすぐりのアウトプット答案,です、ね、答案練習を皆さんにもつけましたのでインプットを聞いていただきそれをアウトプットでしっかり答案,答案練習会で勉強していただく。 そううやって使う入れた知識を使うという作業をしっかり繰り返していただくことで合格にたたたどり着いていいてだきたいでもこのコンパクトにまとめた講座だからこそ皆さんが残っているまだ勉強の時間が皆さんの努力によってたくさんできた可処分時間を残り自分が ああここがちょっと苦手だな民法のここが苦手だな債権が苦手だな憲法の人権とこが駄目なんだよな行政法の不服審査法が駄目なんだよなってところにオプションで当てていただきたいんですね。なので皆さんがこのターゲット180を軸としてオプションをつけて自分なりにカスタマイズしたこの数ヶ月を送っていただきたいんです。 月月まであと数ヶ月長いようであっという間ですなので優先順位を行政書士合格と定めてここを一番にすると絶対合格するぞとその気持ちを込めて11月まで一緒に走ってくださいその後の不合格のことはまた一緒に考えますそういう講座になっていますからね最後まで私たちについてきてください と言って今まで話してきましたけれども私の自己紹介がまだでしたよねレック専任講師の愛賀と申します私はですねあの電気通信大学というちょっと変わった理系の大学を出ていましてなので資格試験のこの合格を勝ち取るためにも必要最低限の最短の合格の方法は何かなっていう風うに考えて判例を全部読むとか 学者の先生が A 説 B 説こんな風に言ってるとかもうそういう、うん、言い方が悪いですけど、ちょっと面倒くさいようなことはなるべくはしょってね合理的でデータ分析を中心にやっていきました。なのであのそういう意味でもこのターゲット180人は私みたいな人間が最適だと思われます。ぜひ私をどんどん使って皆さんの合格に近づけるようにぜひねあの利用してください。 いろいろお話ししてきましたが行政書士ターゲット180点コースで皆さんの合格その寄与するために私たち一生懸命頑張りますので皆さんがね生クラスそしてネットで受講してくださるのを待っています一緒に頑張っていきましょう